スペクトラムアナライザは、横軸を周波数、縦軸を電力、または電圧とする二次元のグラフを画面に表示する電気計測器である。略してスペアナと呼ばれることが多い。表示は画面を左から右に周期的に相因される光点によってなされる。高周波用と低周波用があり、原理、構造が異なるので分けて説明する。 無線関係の仕事をする場合の基本測定器である。総務省の告示する文書等では、スペクトル分析器と呼ばれる。公衆波用スペクトラムアナライザーの一例一般的な、スペクトラムアナライザーは、画面のある四角い箱で、フロントパネルに操作用のボタンやダイヤル、一個の入力端子と構成用信号を出力する端子を備える。 測定用入力端子のインピーダンスは50オームが一般的であるが75オームのものも存在する。メモリは縦軸がオシロスコープと同様四角形状のメモリディビジョンで表される。横軸が相因周波数範囲で表されスパンと呼ばれる。最も単純なモードでは測定可能周波数の最低周波数から最高周波数までが 創印により連続的に表示される。通常は連続して創印される。必要に応じて横軸については中心周波数とスパン、または周波数範囲を縦軸についてはレフレベル及びスペクトラムアナライザー入力団のアッテネータを調整する。特にアッテネータの調整は正しく測定するために重要であり十分な知識のないままに操作すると 誤った測定データを取得してしまう。次に RBW を目的に応じて設定するがノイズやデジタル変調信号は RBW によって電力または電圧が変わるため十分な知識のないままに操作すると誤った測定データを取得してしまう。ほとんどの高周波用スペクトラムアナライザはヘテロダイン式で基本的にはヘテロダイン式のラジオや 受信機と動作に違いはない。近年はダイレクトコンバージョン式もある。横軸の相音はラジオのチューニングダイヤルを低い周波数から高い周波数に回しているのと等価である。縦軸はラジオの S メータのフレの代償と等価である。近年ではライムズドルのようなソフトウェア無線でアナログデジタル変換器を介してデジタル信号に変換後高速フーリー変換で 周波数の分布を表示する機能を備える機種もある。10万円台の安価なものから1000万円以上するものまで様々である。また自分で作るキットが数万円で販売されている。低周波における周波数特性の測定及び騒音測定においてスペクトラムアナライザを使用する。低周波用のスペクトラムアナライザはオクターブバンドで分割された。 バンドパスフィルターの集合体で出力に一定の時定数を持たせて表示するものが一般的である。近年ではバンドパスフィルターを用いたハードウェアのスペクトラムアナライザから入力を AD 変換して高速フーリーエ変換の結果をバンドパス表示に再計算して表示するタイプが多く見られるようになってきた。高速フーリーエ変換を用いるものは FFT アナライザと呼ばれることが多い。オクターブバンドは IEC61260 によって規格化された1億とあるいは1、3億とのものを用いるのが一般的であり、1、3億とで分割した場合は27から33バンド程度の表示を行うものが多い。実際の測定ではリアルタイムでの表示と一定時間の加算平均を表示する手法があり、 機種によっては結果のメモリーへの記録及びプリンターなどへの外部出力が可能となっている。法術のオーディオ機器用スペクトラムアナライザーに搭載される出力端子がないものもある。簡易なものは数万円から構成されたマイクロフォントの組み合わせで販売されているものは十数万円から市販されており、スペクトラムアナライザーを機能の一部として搭載している多機能 オーディオアナライザまで半中に含めると、高級機は数百万円程度である。ここでは、専用機を発売しているメーカーを列挙し、汎用 PC 上で動作するソフトウェアは除外した。1980年代、90年代に発売された、ラジオカセットレコーダーの一部やミニコンポ、カーオーディオにも、スペクトラムアナライザが搭載されていた。また、 コンポーネントステレオ用としても販売されていた。グラフィックイコライザーと一体になっている製品もある。高級オーディオでは省かれたり、必要な時だけ取り付けるなどされる。覚醒機器用としても使われている。Windows メディアプレイヤーや Nintendo Dossi サウンドにも、音声ファイル再生時の視覚エフェクトに、スペクトラムアナライザーの機能がある。これらの多くは特定の周波数ごとに、 棒グラフの工程の表示で表す。音源の周波数特性を管理したり、グラフィックイコライザーで調整した結果を確認するのに使われる。装飾的な意味合いが強いものもあり、測定用のものと比較して極めて荒い表示しかできないものや測定ではなく単なる演出であるものなどがある。上述の測定用、低周波用スペクトラムアナライザーを代用することも可能であるが、 入力端子の形状が異なる、オーディオ用としては必須とされる、出力端子がない、ステレオ用としては2チャンネル必要、設定が必要、効果という欠点がある。ありがとうございます。